おはようございますただいまから文化環境委員会を開会いたします。本日は初はめに環境政策局関係で報告意見の聴取および一般質問を、次に文化市民局関係で一般質問をそれぞれ行うことといたします。なお、本日行う一般質問は、昨日13時までの事前通告制としております。お申し出のあった方以外の委員の質問は、当該質問に関連する内容以外は認めませんので、ご承知おき願います。 この一般質問および請願陳情審査は、関連質問を含め1局ごとの各会派に割り当てられた時間内で行っていただきますので、よろしくお願いいたします。また本日も新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、これまでの委員会において実施した対策と同様の対策を講じた上で、委員会を開会いたします。 委員および理事者におかれましては、的確かつ簡潔な質疑答弁を行っていただくなど、円滑な委員会運営に、格段のご協力をお願いします。次に、前回の委員会で環境政策局および文化市民局に要求いたしました資料は、議員難室に送付いたしておきました。以上をご了承お願います それでは環境政策局関係のプラスチック製品の分別回収に向けた社会実験の結果概要についての報告を聴取いたします理事者報告願います中野循環型社会推進部長着席して報告してくださいありがとうございますそれではプラスチック製品の分別回収に向けた社会実験の結果概要につきましてお手元の文化環境委員会資料に基づきご報告させていただきます 令和3年6月に制定されましたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律では市区町村に家庭から排出されるプラスチック製品の分別収集・再商品化が求められております本市の宮古資源巡るプランにおいても徹底したプラスチックの資源循環を重点施策として掲げ現在燃やすごみとして排出されているプラ製品の分別回収のあり方を検討することとしており 昨年6月の文化環境委員会でご報告させていただきましたとおり、令和3年7月から一部の地域においてプラ製品の分別回収に向けた社会実験を実施いたしました。このたび社会実験の結果概要を取りまとめましたのでご報告いたします。1、社会実験の概要でございます。1プラ製品等の分別回収実施期間は 令和3年7月5日から10月29日まででございます。括弧にプラ製品等の分別回収方法でございます。あ、定期収集でございます。7地域954世帯にご協力いただき、週1回のプラスチック製容器包装の収集日に、社会実験専用ごみ袋を用いまして、プラ製品およびプラ容器包装を一括または分別して収集いたしました。括弧は 一括収集でございますが、5地域694世帯にご協力いただき、7月はプラ容器包装のみを緑色の専用ゴミ袋で収集し、8月以降はプラ容器包装に加えて、プラ製品を緑色の専用ゴミ袋で収集いたしました。次に、括弧こい分別収集でございますが、2地域260世帯にご協力いただき、 7月はプラ容器包装のみを緑色の専用ゴミ袋で収集し8月以降はプラ容器包装を緑色の専用ゴミ袋でプラ製品をピンク色の専用ゴミ袋で収集いたしました移動式拠点改修では山科区の小野学区中京区の乾学区西京区の境谷学区の計3地域において改修品目にプラ製品を追加しそれぞれ1回ずつ改修いたしました 社会実験における検証内容でございます社会実験では、定期収集および移動式拠点回収における回収量等の検証のほか、8月と10月に実施いたしました蘇生調査により、異物の混入、プラ製品の状態等、さらには社会実験の実施前後のアンケート調査により、排出者の分別に対する協力以降、分かりやすい分別方法等について検証いたしました。 2ページをごごご覧くださいいい社会実験の結果概要ででざざまますす回収量でございますあ定期収集における、括弧はプラ製品およびプラ容器包装の回収量でございますが、上段の表にご,、ま、ございますとおり、プラ製品の分別回収実施後の8月から10月までの期間において、分別回収実施前の7月と比較して約4割増加いたしました。 次に、一括収集におけるプラ容器包装の回収量でございますが、中段の表にございますとおり、プラ製品及びプラ容器包装を一括して回収、収集した場合、プラ容器包装の排出量は、プラ製品の分別回収実施前の7月と比較して約1割増加いたしました。移動式拠点回収では、下段の表にございますとおり、 来場者のうち約4割の方からプラ製品を 810kg 回収いたしました3ページをご覧ください括弧に全市拡大した場合の回収量分別実施率でございます定期収集の結果に基づきプラ製品及びプラ容器包装の回収量の合計が約4割増加すると仮定し 令和2年度をベースとした現状の回収量から全市拡大した場合の分別回収量を推計いたしましたその場合上段の表にございますとおりプラスチックゴミ分別実施率が現状の47%から50%に上昇することが見込まれますかっこ3異物の混入プラ製品の状態等でございますあ異物の混入でございますかっは定期収集における一括収集では 中段のグラフにございますとおりプラ製品およびプラ容器包装以外の異物の混入割合は約8から9%ございましたまた分別収集では下段のグラフにございますとおりプラ製品のゴミ袋におけるプラ製品以外の異物の混入割合は約14から26%ございました4ページをご覧ください 同じく分別収集ですが上段のグラフにございますとおりプラ容器包装のゴミ袋におけるプラ容器包装以外の異物の混入割合は約6から10%ございました括弧移動式拠点回収においては中段のグラフにございますとおりプラ製品以外の異物の混入割合は約8%ございましたこれは回収にあたり排出する袋の指定がないため 大型のプラ製品や対象外である小型家電類が多く混入したものでございますいプラ製品の状態等でございます。かっこは100%プラスチック素材でできたものの割合については下段の表にございますとおりプラ製品のうち78から93%でございました。かっこイ汚れ具合は10月の定期収集において調査いたしましたところ除去できない汚れなど、 最小品化が難しい汚れがあるものの割合が一括収集では約6%分別収集では約2%ございました5ページをご覧ください4分別に対する意識等でございます定期収集の対象世帯に対しまして6月の社会実験の実施前と10月の実施後にアンケート調査を実施して確認いたしました また移動式拠点回収ではプラ製品を持ち込まれた方に対してアンケート調査を実施して確認いたしました回収率につきましては6月の社会実験の実施前は約 27%10 月の社会実験の実施後は約33%移動式拠点回収では約69%でございました、まあ、プラ製品の分別回収への協力移行につきましては中段下段の2つのグラフにございますとおり 定期収集、移動式拠点回収、いずれも9割以上がプラ製品の分別に協力できると回答いただきました。6ページをご覧ください。E、プラ製品の分別排出方法につきましては、上段のグラフにございますとおり、定期収集、移動式拠点回収のいずれも半数以上が定期収集を利用したいと回答いただきました。U、プラスチックごみの分別の分かりやすさでございます。 括弧は分別の分かりやすさについては下段の表にございますとおり一括収集では約9割分別収集では約6割がプラスチックごみの分別がしやすくなったと回答いただきました7ページをご覧ください括弧い最も分かりやすい分別回収方法につきましては上段の表にございますとおり分別回収方法では一括収集はもとより分別収集移動式拠点回収のいずれにおいても 半数以上が一括収集が分かりやすいと回答いただきました最後に3プラ製品の分別回収に向けた検討でございます今回の社会実験ではプラ製品を分別回収することでプラ容器放送とプラ製品合わせて回収量が約4割増加するとともに分別実施率の向上が見られ市民の皆様からも分別に協力できるとの声が多数であったことから プラ製品を分別回収方法につきましては定期収集では一定量のプラ製品が継続的に排出された一方で移動式拠点回収では来場者の約4割の方からプラ製品をご持参いただいたものの不適物が多く持ち込まれたことまた市民の方の半数以上が定期収集を望んでいることから 移動式拠点回収よりも定期収集の方が望まししいととの結果となりました、また定期収集ではプラ製品とプラ容器包装を別々に排出するとプラ製品、プラ容器包装の分別区分それぞれで他の区分の異物の混入が見られたことや市民の皆様からはプラ製品とプラ容器包装をまとめて排出できることはプラスチックごみの分別がしやすく最も分かりやすいとの評価であり 一括収集が望ましいとの結果となりました。今後、今回の社会実験の結果や、分別回収の対象となるプラ製品の範囲、プラ製品の最小品化方法など、国から示される具体的な内容等を踏まえ、効果的、効率的な実施方法を総合的に検討した上で、本市にとって最適な分別回収の方法を定めてまいります。報告につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 はい、ただいまの報告について何か質問はございませんかはい、それでは井上副委員長どうぞ井上副委員長 プラスチック製品の分別回収に向けた社会実験の結果概要についてご報告をいただきました。私からは昨年の6月の社会実験の実施についての報告の際にもです、ね、何点かの質問をさせていただきましたので、そのあたりも踏まえて質問をさせていただきたいと思います。まずは今回の社会実験の意義をです、ね、改めてお聞きをしたいのと、今回定期収集では プラスチック製品の分別開始によって、回収量が4割増加をするとともにです、ね、プラスチック製容器構装も約1割の増加、そして分別実施率も50%に向上する見込みということでありましたが、これについて、どのように評価をされているんでしょうか。中野循環型社会推進部長、はい、社会実験の意義ということでございます。 社会実験によりまして、回収量が4割増えまして、それから分別実施率の向上も見込まれるといったことで、プラ製品を分別回収することでの有効性というのは確認できたのかなと、このように考えてございます。また、定期収集におきましては、8月から10月、継続して排出されることが確認されておりまして、全市拡大した場合の回収量も全体で4200トン、約ですけれども、増加するということが推計されております。 まあ今回、この,あの4割増えます、4200トン増えますという、こういった数字なんでございますが。 29年度にあの国の方で、他、まあ、都市での実施された実証実験の結果でも35%増えるといったような、まあ、結果があります、それから現在、あの燃やすごみの中に含まれておりますあのプラ、製品プラが、まあ、6000トンあるということで見込んでおりますので、こういったことを考えますと、この40%増、4200トンの増というのは、まあ、妥当な結果ではないかなと、このように考えてございます。 社会実験の結果からは、この,あの回収量に加えまして、アンケートの結果も含めまして、プラ製品の分別回収にあたっては、定期収集がまあ望ましいのかなと、このように考えてございます、以上でございます井上副委員長。はい、あの一定の回収量がまあ見込まれて、定期収集の方が望ましいということでありましたけれども、一括収集と分別収集では、これ、どのような評価をされてるんでしょうか。中野部長 はいえー、定期収集の中でも、あの一括収集と分別収集のまあ評価はということでございます、あの異物の状況を見ますとです、ね、分別収集の場合、あのプラスチック製品の袋の中にあの容器包装が入ってたり、容器包装の袋の中にプラス製品が入ってたりと、まあ、そういったあの混入が見られましてです、ね、せっかく分別をいたしましての他の区分があのプラスチックとして、まあ、異物として混入されるといったようなまあ状況が生じてございます。 またあのアンケートの結果からもプラ製品とプラ容器包装をまとめて排出できるということがあのまあ分別にとっても分かりやすくてえまあ分別もしやすいといったようなあの評価でございました。最小品化方法の状況にもまあよるところではございますけれどもあのこの社会実験の結果から見ますとプラスチック製品と容器包装を同じ袋で一括で排出していただくまあこの形が望ましいのかなとこのように考えてございます。 井上副委員長次にですね、6月にも質問させていただきましたが、分別実施率についてですけれども、プラスチック製品の分別開始の実施によって、分別回収率の向上が期待ができまして、今回の社会実験から推計をすると、分別実施率は50%とのことであります。新しいこの都資源めぐるプランでは 60%の目標を掲げておられますけれども、この目標との関係はどのような,どのようなお考えなんでしょうか。中野部長 はい、分別実施率についてでございます、あの現状の分別実施率47%でございまして、これが今回の社会実験から推計をいたしますと50、50%まで向上するというような結果でございます、この50%という数字なんですけど、これはプラスチック製品の分別回収を開始した時点の数字ということでございまして、当然、その後、プラスチック製品の分別回収、 本格実施することになった場合にはその後の周知っていうのも当然必要にはなってくるまあ導入後の周知もあの極めて重要なことであろうかなと思いますで、まあ、そういったことを考えますとまずはプラスチック製品の分別回収を実施するということで分別回収率の実施を 分別実施率の向上をし、そのあの導入後も目標年度である令和12年度の分別実施率60%に向けて、市民の皆様に対しまして、周知啓発を徹底してまいりたいと、このように考えてございます井上副委員長。はい 分別実施率の向上に向けてはです、ね、今おっしゃった通り、何よりもまずは市民の皆様のご理解、ご協力が大変重要であるというふうに考えますので、分別実施率向上に向けてです、ね、プラスチック製品の分別実施の導入値はもとより、それ以降も含めて、しっかりと市民の皆さんへの周知をお願いをしたいと思います。そして次ですけれども 分別回収の対象となるプラスチック製品の範囲についてですけれども、今回の社会実験では100、100%プラスチックを対象として実験を実施されたということですけれども、本格実施にあたっては、このあたりはどう考えないでしょうか中野部長はい分別回収の対象となるプラスチック製品の範囲についてということでございます。 あの社会実験では最も厳しい基準となる100%プラスチック素材ということで実験をさせていただきました社会実験の結果からはあの8割から9割ほどが100%プラスチック製品ということで、まあ、今後、最小品化に向けてあのその影響について最小品化事業者との協議とかまあ選定にあたってこの結果を活用していこうとこのように考えてございます。 実際、本格実施にあたりましては、国から示されるあの手引きとか、こういった最商品化、事業者の状況とか、最商品化への影響なんかも踏まえまして、分別回収する対象の範囲っていうのを決めてまいりたいと、このように考えてございます。井上副委員長、まあ今回はあの分別回収についての社会実験でしたけれども、分別回収後のリサイクルについては、現段階ではどのようにお考えなんでしょうか。中野部長 はいあの今回のプラスチック新法ではあの、最小品化の方法,方法といたしまして、2つ用意がされておりまして、これまでのプラスチック製容器競争と同様に、料理橋のルートを活用する方法と、でもう1つはあの選別梱包も含めて、えー、最小品化を事業者が一体で行う仕組み、この2つがまあ用意されております。 分別回収後のリサイクルに向けては、あのまだ国の方から、こういった最小品化方法の具体的な内容が示されておりませんので、こういった中身とか、最小品化事業者の動向、こういったものも踏まえまして、分別回収の方法も含めて、検討させていただきたいと、このように考えてございます井上副委員長。えまあ6月の時にもあの確認をしましたけれども。 本格実施にあたってです、ねまあ、本市の財政負担というのはどのようになるんでしょうか中野部長、はいえー、プラスチック製品の分別回収につきましては自治体の負担となりまして、えー、中間処理も含めて本市に財政負担が生じる見込みとなってございます、えー、プラスチック新法ではあの自治体の負担軽減に向けて、えー、先ほど申し上げました選別梱包も含めて最商品化事業者が一体で行う手法なんかも用意されているところでございます またあの地方交付税措置もされるというふうなことを聞いてございます。本社といたしましてはあのプラスチック製品の分別回収に向けて可能な限り効率的、効果的な形となるように分別回収の方法それから再商品化の方法について検討を進めてまいりたいと思います。 併せまして、あのこの間あの、国に対しても要望を強めているところではございますが、あの自治体の,あの費用負担の軽減とか、プラスチック製品の製造・販売事業者がリサイクル費用を負担する仕込み、こういったものについては、引き続き国に対して要望をしてまいりたいと、このように考えてございます井上副委員長。これまで何点か、えー、質問確認、確認をさせていただきましたけれども、ま、社会実験では、ま、市民の方からもです、ねま、一括収集をま望まれるといったお声が多くて、 定期収集での一括収集が望ましいという結果でありましたが本格実施の際はです、ね、定期収集での一括収集になるというふうに考えてもいいのでしょうか。中野部長 社会実験の結果からは定期収集でかつプラスチック製品とプラスチック製容器包装を一括で収集するということが望ましいという結果ではございましたプラスチック新法におきましてもプラスチック製品の回収に際してはこの一括収集ということを想定をしておりまして社会実験によりまして本市においてもこの一括収集の有効性妥当性というのが一定 確認できたのかなという,ふうに考えておりますただ、本格実施に向けましては、この社会実験の結果だけではなくてです、ね、プラスチック製品の最小品化の方法とか、国から示される具体的な内容なんかも踏まえる必要がございますし、最小品化事業者の動向なんかも重要になってこようかとございます、それからコスト面も含めまして、総合的にどういった形で回収を行っていくのかっていうのは、今後、検討してまいりたいと考えてございます。 井上副委員長最後に本格実施の時期についてお伺いしたいと思います。新法は本年4月に施行されますけれども、分別回収の本格実施の時期について、現段階ではどのようにお考えでしょうか中野部長、はい、今回は社会実験の結果概要の報告をさせていただきました。あの本格実施に向けましてはあのプラスチック製品の範囲 あのそれからプラスチック製品の最小品化の方法とか、まあ、これから国から示される具体的な内容を踏まえて詳細を詰めていく段階かなと考えてございます。最小品化方法につきましては国から示されるよ理強ルートそれから一括最小品化方法いずれもあの4月からの手続きみたいなものがま必要になってく。 あの雇用化と考えてございますそういったことを考えますと、あるいはあの市民への周知も含めまして考えますと、あの本格実施は少なくともあの令和5年度以降になると、このように考えてございます井上副委員長、はいまあ。いろいろと確認をさせていただきましたけれども、まあ、今回の社会実験や、まあ、国の動向も踏まえてですね、 令和5年度以降の本格地震に向けて準備を進めるということで今ご発言がありました言うまでもなくですねプラスチックごみの問題というのは海洋汚染や地球温暖化など世界的な課題というふうになっておりますプラスチック製品の分別回収は本市としてもです、ね、しっかりと取り組むべきものだというふうに認識をしているところであります環境優先,、えー、先進都市としてですね あの全国を牽引する役割をですね、しっかりとあの果たしていただきたいというふうに考えますので、よろしくお願いいたします。これで質疑終わります。はい、進行します。伊佐賀委員。伊佐賀委員。 よろししくお願いします、まあ、そもそもあの基本的な思いですけどその今井上議員が最後におっしゃったように今プラごみとりあえず特にあの海洋に流出するプラごみが自然の社会の形態そのものに全く否定的な影響を与えているというもとでプラごみを減らしてリサイクルに回していくという方向については,、ね、これは大いに進めるべきことだと。 いうのを前提にしてお聞きしたいんですけど、まあ、そもそもあのこのプラスチック製品のリサイクルについては、まあ、遡かのれば平成7年に容器包装リサイクル法が制定されましたほんで平成18年にその改正されました、まあ、そして今回去年の6月にあのプラスチック新法がまあ制定されるという過程の中で その容器包装リサイクルについていろいろ考え方そのものが発展をしきていると思うんですけど何がどういうふうに変わって今日に至っているのか国の法律の推移ですねこれについて簡単に説明していただけますか中野部長はいあの、まあ、今あのプラスチック にあのまに、あ、まつわると言いますか、まあ、この間の国の動きについてあのご紹介をいただきましたあの少しずつプラスチックごみにつきまして国の方もあの取り組みが進んでいるのかなと考えてございますあの、まあ、18年の,あのプラスチック製容器包装の,の分別回収それからまあ今回あの令和3年6月のプラスチック新法におきまして、まあ 今回のプラスチック新法につきましてはあの世界的なプラスチックの,あのごみの問題をあの背景といたしまして、まあ、国としてもあの取り組んでいこうということで、えーまあ、何て言いますかあの今回の我々の方のプラスチック製品の分別回収だけではなくて、えー、製造販売事業者につきましてもあの製造販売設計段階からあのリサイクルに至るまで、えー まあプラスチック製品をいかにして減らしていけるか、リサイクルしていけるか、そういった観点がまあ盛り込まれたものと、このようにあの認識しておりますジャガインその辺がね、鍵だと思うんですよね、つまりあのよく言われるけど、川下の消費者、市民のところでのやるべきことと、同時に川上のところで事業者がプラスチック製品を作らない。 でそこに対してどう抑制を加えていくのかっていうことがね大事だと思うので、まあ、いろいろあの改正リサイクル法の時の議論で私もあの覚えてるんですけど事業者に対していろんな報告義務違反これに対しては罰則規定を設けるとかあるいはそのリサイクルがうまく進んだ場合に想定よりもリサイクル 費用が少なく済んだ場合には少なく済んだ費用のうち半分は事業者側から <coughs> 市町村に支払いを行うということで、まあ、いろんな意味での事業者負担を課すことによってプラス税金を生まないという努力はされてきたというふうに思うんですよねだからそれを前提にして考えないと、まあ、今回社会実験はやったんだけど 市民の努力、消費者の努力で解決すべきところと、その本来事業者のところと行政がしっかりタイアップをして、プラ製品を作らないことということがね、両方だというふうに私は聞きながら思いました。まあ、その上で、まあ、さっきもあの質問ありましたけど、今回のプラ製品の ゴミを分別回収をしていく社会実験を行った一番大きな動機は、端的に言うと、ですか中野部長、まあ、プラスチックごみ問題がまあ世界的にも大きな問題となってございまして、プラ焼却による CO2 の問題なんかも背景にしております、それからまあ今回、国のプラ新法ができまして、その中で市区町村に。 あのプラスチック製品の分別回収がま求められると、そういった状況がございました、まあ、こういったことを背景にいたしまして、本市としましてはあの、環境先進都市として、えー、プラスチック製品の分別回収、まあ、これをしっかり取り組む必要があるだろうということで、その準備ということで、今回、社会実験をさせていただいた、そういった経過でございます佐委員そうですよね、だから行政と市民がタイアップしてやれることとして、ゴミとして出さない。 ゴミとして出せばそれは焼却に回されてそれは焼却することによって CO2 の排出を進めていくということになると思うんでゴミに出さずに資源としてリサイクルに回していくということをやっぱり川島,あか川島のところでやっていくということがまあ今回の社会実験のね道慶だというふうにまあ私も思いますだからこれを実験から実際の施工に変えていくっていう 発展させていくっていうことがね大事だと思うんですけどそこでね資源として回収されたプラスチック製品それが再商品化されるというのがあの今回の,あの報告の中にもありますけどこの再商品化することによって環境によくなるんだっていうのをこれ消費者に対してきちんとインセンティブを与えていくためには 最小化、最小品化したらこういうことに使われているんですよっていうのはね、分かりやすく説明することが必要だと思うんですけど、それはいかがですか。中野部長はい あの今回、分別回収にあの市民の皆様にあのご協力いただくということがまあ本格実施に際しては重要になってこようかと考えてございます。現状の,あのプラスチック製容器包装の分別実施率、容器包装だけでいきますと41%、まあ、ペットボトル含め,含めますと47%しかまあ現状でいうと、ご協力いただけていないということから考えますと、今、先生ご指摘のように、プラスチック製品、今回分別回収をもし開始するということになったときに、 あのそれがまあどういったものにあの再商品化されているのか、まあ、そういったことをしっかりあの見える化をするということもあの重要な視点なのかなと、このように考えてございますさ会委員で、具体的な事例をちょっと紹介してもらえますか中野部長。 はいあのまあ、マテリアルリサイクルの場合が分かりやすいのかなと思うんですけれども、あの具体的にあの、まあ、パレットとかあのプランターとか、そういったものに最小、えー、品化されていると、このように理解しておりますそういったあたりを、ね、分かりやすく示すことによって、やっぱり最小品化するために自分が分別してるっていうのが、ね、力になってるというのが分かれば、市民の中にもよりね、 その意識づけをしていくことができると思うのでそこはね大事な点かというのをそれでの報告書を見ますと、ね、社会実験の実施前と実施後でご,ごめんなさい、あのー、どれだけね回収量が変化したのかということで定期収集の中で見ますと一括収集で36%増。 分別収集で49%増これ2ページにありますよねだからここで言うと一括収集よりも分別収集の方が排出されるものの量は増え方が大きいでしょで実際にところが回収方法に対する市民アンケートで市民の希望を聞いたら、ね、同じ定期収集の中でも半数以上が 一括収集が望ましいという結果になってるんですよねだから実際の実験で得られた成果と市民の思いがクロスをし,してるわけですよねそれはどういうふうに評価分析されてますか中野部長はい資料の2ページのところの回収量のところの定期収集の場合 あの一括収集と分別収集でえまあどれぐらい増加量が違うのかというところでまあ分別回収の方があが実際には49%で増加率が多いんじゃないかまあそれに対してあの市民の,あのアンケート結果では一括回収があの望ましいという結果まあこれをどう捉えるかというご質問かなと。 思いますあの回収量につきましてはあのー、おっしゃっていただきましたように、分別回収の方うが、まあ、多いのは多い状況ではございます、ただ、あのー、異物なんかを見ますと、先ほどご説明もさせていただきましたけれども、プラスチック製品の袋の中に容器包装が入ったり。 容器放送の袋の中に製品が入ったりと、異物という面でいうとあの、少し分別回収ののまは、あまあ、一括回収と比べて、えー、少し、まあ、劣るといいますかあの、マイナスな影響が出たりしております。そ、まあ、そういったことあのそれからあの アンケートでの結果ではやっぱり一括収集が分かりやすいしあの分別もしやすいといったようなまあ結果もございますのでそういったことを総合的に考えて、えー、まあ分別回収、まあ、あのこの調査結果としては一括収集が望ましいのかなというふうにあの解釈をしているところでございますであの少し補足をもう少ししますとですねあの最初の回収量のところはあの実際にはまあ分別回収の方が多い状況ではございますがどちらかというとここの部分は移動式拠点回収と定期収集でまあどれぐらい どらいの回収量あのできるのかみたいなところをまあ見る下りでございまして、あのそういった意味では、あの全体として分別回収もあの一括回収も4割ほど増えているとで、全市拡大した場合に4000トンほど、4200トンほどあの増えるようなあの推計をしております、これだけの量がまあ出てくるということが想像されるということでいうと、移動式予定回収よりはあの定期収集のほうが望ましい。そういうい、まあ 回収料全体を評価する下りで、回収量のところはご確認いただければなと、その上で先ほど申し上げたような異物の状況とか、アンケートの状況とか、そういったことも総合的に考えて、定期収集の場合の回収方法を検討するような、そういった感じで考えてございますいまいま、今、説明あったように、まあ、いろんな結果を総合的に判断、考えして、 一括収集の方が望ましいといいととうう結論になったということです、ねまあそすね最終的には市民の皆さんが一番分かりやすい排出方法だというふうにおっしゃってるわけだからそこのところを出発点にして異物の混入をより減らしよりあの排出してもらうものを増やしていくということで頑張っていってほしいなと思います。で最後に、ねまあ、今回の社会実験やりましたほんで まとめのところにもありますけど、まあ、あの国の動向も見ながら、新たな分別回収の展開、本格回収ね、これどうするのか、あるいは最小品化の流れをどうするのかということを検討されるんですけど、私、一つ気になるのが、一括収集で、あの容器包装とパラ製品と一緒に袋の中で排出されました。でそれが その次の次、ね、処理ですよ分かりやすく言えば例えば横尾寺のところに持って行って横尾寺学園の方々が、ね、異物を、ね、金物とかね外していくということもやってはるんだけども実際に一括収集した後の袋を、ね、どういうふうに処理をして でその次の展開にしていくのか、その辺の今、ね、やっていることと、これから全体として量が増えたときにやろうとしていること、どういうふうに考えていらっしゃいます中野部長。はいえーまあ、回収後の最小品化に向けたそのまあ中間処理とか、まあ、そのあたりの処理の状況かとございますのご質問かと思います。 あの現,状で現状におきましてはプラスチック製容器包装につきまして横尾寺学園とかあるいはあの西部圧縮梱包施設におきましてまあ中間処理ということで選別梱包を行った上でえで料理橋ルートの方にあに回しましてそちらで最商品化をするとそういった流れになってございます。 あのまあ現段階におきましては、それがあのもしプラ製品を回収したときにどういう形になるのかというのは、これからの,あのところかなと考えてございまして、国からのまあ方針でありますとか、最商品化の,あの事業者がまあどういう形であれば、最商品化ができるかとか、そういった基準とか、そういったものが今後、示されるあのことになってございますので、そういったことも含めまして、中間処理、それから最商品化の,あの処理ルートについては検討していくと。 ここういいったことで考えてございます委員だから現状で言えば、まあ、横尾寺学園等でやってるのはあの袋の入った中で金属類の異物を出すやはりプラ製品であれば燃やすゴミの方に回していわ,いわゆる容器包装の分だけがまとまって、ね、であもちろん汚れたものも除外するとでそうやって次の再商品化に回されていってるんだけどプラ製品を、ね、燃やすんじゃなくて プラ製品がプラ製品で活用していくっていうふうになった場合に容器包装の部分とプラ製品の部分とをさらに分別していくっていうのはそこの中間処理でやるとしたら今の人員と体制ではねちょっと大変だというふうに思うんですよねだから中間施設のところの拡充とでそこで何をすんのかっていうのも持った上で方針化していかないとあかんと思うんですよねだからその辺も含めて あのまあ、これから具体化されるというふうに思うので、そこをきっちりやっていただいて、またね、委員会に報告をお願いしたいというふうに思います。以上です中野部長 すいません少し補足をさせていただきますけれども、あの最小品化にあたって、まあ、もちろんその分別収集した後にあのに、容器包装と製品をあのもう一回分類をしないといけないということになればあの、一括収集をして、その後の分類ということであれば、もう体制も含めてということに、あの可能性としてはありえるかなと思いますけれども、あの現状、最小品化事業者の,あの状況を聞いておりますと、あの最終的にあのプラスチック製品、あるいは容器包装の、あの 選別をする際には素材別にあの分類を行っているということですので容器包装製品であるまということではなくてあのポリプロピレンとかポリエチレンとかそういったあの素材別であの分類をされるということですのであの当然一括収集の場合に再度あのそういった中間処理のところで分別をするといったようなことっていうのはま可能性としてはもちろんあのないわけではございませんけれどもあの基本的にはそういったことはあのない方向で検討してまいりたいと考えてございます。 進行します。松田委員、松田委員、ませんよろしくお願いいたします、えー。まあ今回のこの社会実験の結果から。 まあ主ねあの分別実施率の向上またこのプラ製品を分別回収する意義っていうのを確認をさせていただきましてまあ主ね良い結果だというふうにあの認識をしております。まあ、私からはあのわ、えー、からないことについてちょっとご見解を4つほどあの伺いたいんですけれども。 まあ今後、このプラ製品の最小品化の方法とか、またプラゴミの,の分別基準の策定とか、また市民への周知、費用負担など、今後、これ具体的な内容が国からあの示されるのを前に、検討されているであろうということについて、ご見解を伺いたいと思います。一つ目が回収量の増加に伴う 収集業務の増加について、で2つ目がプラスチック製容器包装のリサイクルの中間処理施設の業務の増加について、で3つ目が圧縮施設における業務の増加についてで、4つ目が引き取り業者に引き渡す量の増加について、教えていただけますでしょうか。中野部長はいいありがとうございます あのまずあの回収量の増加に伴うあの収集業務の増についてでございます。今回、プラスチック製品とプラスチック製容器、まあ、あの分別収集の,あの回収方法によってももちろん変わってこようかなとは思いますけれどもあの一括収集の場合でいきますとまあ4割増ということなので当然あの量的には増えて る形にはなりますがあのプラスチックですので、容、え、積、ー、的には1割から2割ぐらいの増かなということですので、まあ、もちろん、体制を検討していく形にはなろうかと思いますけれども、大きな影響はないのかなと。ただ一方で 仮に分別収集でということになりますと、容器放送をあの収集したあとにもう一回製品を収集するといったようなことも、あのまあ、場合によってはあり得る、まあ、そういったことになりますと、あのまあ、頻度を、ね、毎週にするのかどうかとか、まあ、そういった収集方法の影響にもよりますけれども、分別の場合の方が収集への影響っていうのは大きいのかなと考えてございます。 それからあの容器包装の中間処理施設圧縮,処理圧縮施設での,そのまあ見込みということでございますあのそちらにつきましてはえっとまあ現状でいきますとあのまあ4割ほど増ということで4200トンほどあの増える見込みになってございますけれどもあの まあこれから処理の方法について検討していく段階でございますので、現状の施設でやるのか、今後、新しい形で最小品化事業者とまあ一体でやるのか、いろんな手法がございますので、そういった中での,あの検討になろうかと思います。引き渡し量につきましても、そういったまあ今回、4割増ということで、1万4700トンということを想定しておりますので、それだけの量をまあどういった形で、 あの選別して、あの圧縮梱包して、まあ最初引化していくのか、まあこれからのところかなと考えてございます。松田委員。えー、しっかりあの検討いただいているということで、あのここにもあの示されておりますけれども。まあ効果的効率的な実施方法を総合的に検討されるということです。で私もあの今回のこの社会実験に取り組まれたあの市民の方からもご意見を伺いまして。あのとてもあの。なんていうか。 えー、こ困っていたプラ製品というかあの,の,あの分別一括を、まあ、していただけたということであのとてもあの取り組みやすかったというふうなあの、えっと、ご意見も伺いましたのでさまざ、あえー、まいろいろ今後もまあ,あの 検討されることもあろうかと思うんですけれども、市民にとって一番良い方法ということをあのしっかり検討していただいて、またあの周知の方法についても、さまざまなあの角度から検討すべきことなのかなというふうに、あの分別のことに関してはあの思いもありますので、今後、どうぞよろしくお願いしたいと思います。以上で終わります中野部長はい あのご指摘いただきましたように、今回、われわれも社会実験させていただいて、市民の皆様が非常にまあ分別もしやすくなったし、ぜひとも協力をしたいと、実施前も実施後も,も、9割以上の,あの市民の皆様が、今回、本当にやりやすいということで、ご協力をあのしたいということで、おっしゃっていただいている状況もございますので、市民にとって分かりやすい方法、これが本当にあの一番なのかなというふうに考えてございます。コスト面面とかかいろんななさままざらの あの検討は必要ではございますが、あのその市民の声というのを大事に、あの取り組みの方を準備させていただきたいと考えてございます。以上でございます。はい、進行いたします。中野委員。中野委員。はい、えっ、ー、と、よろしくお願いします。えー 透明のプラスチック容器包装用の袋ありますよね、うちの地域では毎週火曜日ですけど、あの袋に、えー、次の4つのものですね、シャンプーの容器、それとシャンプーの容器を減らすべく、えー、詰め替え用の袋、それから納豆のパック、えー、そしてビニール袋。 この4つっていうのはこのプラスチックの容器包装の袋に入れて出してもよかったんですかね中野部長。プラスチック。 バッグ製の容器や包装ということですので今あのご紹介をいただきましたものでいきますとシャンプーの容器とかそれからあのシャンプーの詰め替え容器につきましてはあの出すことができますそれからあの納豆のバッグにつきましてもあの商品の容器ということですので可能ではありますけれどもあの先ほどのあのシャンプーなんかもそうですが汚れをしっかり取っていただいてということになろうかと思います。で最後のビニール袋ででございいまますがこれはまあどういったものでの のビニール袋かにあのよるのかなと思いますが、まあ、一般的にはあの例えばレジ袋であったりとかあのいうものであれば、まあ、商品あ、あるいは商品そのものとしてあの買ったビニール袋とかあ,のあろうかと思いますが、基本的にはあの商品を包んだ容器とかではないので、えー、入れていただくものではないかなと、このように考えてございますいシャンプーの,あの、このえ何、ボトルというんですか。 この容器は入れてもいいんやあのねいやここでねやっぱりね夫婦喧嘩のネタになるんですよこれはプラスチック容器包装って書いてあるから容器は入れたらあかんとかねえとかでそうするともうだんだんもう面倒くさくなって全部黄色の袋に入れるようになる、まあ、ここがあるんですよねだから、まあ、そこから考えるとで納豆のパックも容器包装ちゃうやろと。 放送やからペットボトルの周りを剥がしたやつは容器包装やけど納豆のパックは別に容器の包装ちゃうやんとこれはもう黄色い袋やというふうな形でいろいろ夫婦喧嘩の非常にネタになりますであなたはほんまに分かってんのとかいうふうなことで叱られたりする部分もありましていろいろその辺は出すときにどうすべきかというところでさまざま議論になりますがまあ今回のこの取り組みでやっぱり分かりやすい 出しやすいというところはもう本当に私自身もあのいろいろ伺う中で、まあ、実,あの実験に協力してくださった方と同じ思いですで他の委員の議論ではありましたように何かしようかな何かせなあかんなという意識はあるけれどもどうしたらいいんだろうというふうなあもどかしさというか戸惑いというかあそこは皆さんお持ちだと思うんですよね。 したがってやっぱりそこに、えー、皆さんの方が道筋をつけていただくとその市民の皆さんの環境に対する思いというのがあうまくこう流れていくんではないかなというふうに思ってるんです、えー、小さな事業でしたけれどもマイボトル推奨等サポート事業を以前されてました、えー、い今もされてるのかな、あのー、で、えー、京都ポイントでしたっけ 持っていかれたらそれをいただけるというふうな以前はそういうふうな形で非常にそれがその事業を小さいながらも多くの方が取り組みをされてまあ収支的には非常に黒字だった特にそれに協力される若い人たちが多かった皆さんそれぞれ何かしらせなあかんというふうな意識を持っているけどどうしたらいいんだろうっていうふうな実際の思いに つなががりににくいといいとととうころが確かかあるかと思いますそのプラスチックの容器についても当然その例えばシャンプー一つ買うにしてもねまあそれで売られてるから買わざるをえないっていうのもありますし一方で逆にそれが瓶入りで売ってあったとしてもそちらのプラスチックの容器の方が持ち運びやすかったり落としても割れなかったりというふうな。 利便性を考えるとそちらを選んでしまうというふうなところがありますので、えー、まあここはその使う方か作る方か両者がそこについてはちょっと辛抱しなければならないけれども環境に非常に効果があると。 いうふうな中で、まあ、どう構築できるかというところだと思いますのでぜひ、そこは皆さんの方がそういった事情、まあ、日本国内だけでなく世界の取り組みの中でもいろいろ精通されていると思いますのでぜひ京都市の中で先ほどのマイボトル推奨等サポート事業のように小さいながらも少しずつ何かしらの仕掛けをしていっていただく、まあ、その取り組みをぜひしていただけたらという,ふうに思っています。 もう一つはあ先ほど他の委員からもありましたがじゃあ、この一括した場合プラスチックの容器自体はどういうふうな行方をたどるのかというところはあ逆にそのおお皆さん、あのー、関心を持たれるところだと思いますので、えー、そこについてもさまざま皆さんの方で、えー、媒体を使って、あのー、具体的な取り組みを。お お伝えいいいたただけたらという,ふうに思っていま,すで、えー、とまああとですねこの中でちょっと素朴な部分で7ページの,その、えー、遺伝式拠点回収の中でプラ製品をご持参いただいた中で不適物が多く持ち込まれたっていうのはこれは具体的にそのプラスチック製品ではなくてということなんですかね普通のゴミを持ってこられたということですか。中野部長 はいえー、移動式拠点改修で持ち込まれたものなんですけれども、まあ、プラ製品はプラ製品だったんですが、あの大型のものがあの持ち込まれたあの例がございまして、まあ、例えばあの衣装ケースみたいなものとか、あのまあ、プランターの大きいものとか、まあ、あ,のあるいは、まあ、小型家電なんかが、まあ、多かったようには聞いてございます。あの通常であればあの移動式拠点回収はあの、まあ、職員が受け取る ところですのです、ま、の対象外であれば、それは今回、受け取りませんというのが通常の流れではあるんですけど、ど、まあ今回は社会実験ということもございましたので、あのプラスチック製品として持ち込まれた場合については、受け取るようなやり方をさせていただいてましてということで、あの中身としてあの全然違うごみを持ち込まれたということではなくて、まあ、プラスチック製品、まあ、特に大きいものを持ち込まれたというふうにご理解いただければと思います。中田委員分かりました、えー 最終的にです、ね、この2023年度以降と国の仕組みが決まってそしてその段取りが決まって自治体に対してその財政的にどう支援が決まるかというふうな部分から考えると1年から2年後というふうなことにもなりますただ一方で、えーまあ、あのもう環境的には一日一日非常に人間が生活していることで地球を脅かしていると。 いう,ふうな部分もあります一日も待てないというのが今の環境の影響の状況でもありますしそのプラスチック製品を作らないというところについてはなかなか皆さん携われないかもしれませんが逆にプラスチック製品でないものをぜひ使っていこうと。 プラスチック製品の利用をどう減らすかというところについては逆にこの消費者である京都市民の方に働きかける機会というのは少なからずあると思いますのでえまあそこについてはぜひそのまあプラスチック製品ではなくて瓶とか缶とかまあいろんな形の代用品ないしはその先ほどの詰め替え用の袋等々を含めてですねあのいろんな形で、えー 企業側も展開されてますしそういった取り組みを個々のお店の方がささやかではありますけれども取り組みを進められているところもありますしぜひそういった取り組みをされている方々を皆さんの方で引っ張り上げていただいてこういうふうなやり方がありますよあのどま真似されたらどうですかというふうなサンプルを提示する、まあ、そういうふうな形でですねあの 意識を持たれているお店の方にも取り組みをができしやすいような、まあ、そういう働きかけをしていただけたらというふうに思いますが最後、答弁いただいて終わります。中田部長 はい、今回は社会実験ということでプラスチック製品の分別回収、リサイクルに焦点を当てたところの実験をさせていただきましたただプラスチック問題解決するにあたってはそのリサイクルの部分だけを考えるということではなくていかにプラスチック製品ゴミを減らしていくのかという上流での対策というのも当然必要になってこようかなと考えてございます。今回ののププラににおきましてはこの4月に12品目スプーンとか 使い捨てスプーンとかフォークとかそういったものの使用の合理化みたいな動きもございますのでそういった機械なんかも利用いたしまして。 市民の皆様に対しましてあの、改めて使い捨てプラスチック、まあ、レジ袋とかペットボトルについては、この間、あの我々の方も周知、啓発をさせていただいているところではございますが、それに加えまして、あこういった新しい動き、こういった機会を利用いたしまして、啓発の方を強化してまいりたいと考えてございます。それからあのこののプラスににつきましては事業者の皆様に対するる、まあ、取り組みを求めるような内容も あの入ってございます。あの事業者側に対する働きかけも含め、それからあのま。きちんと環境に優しい取り組みをあのしていただいている事業者ま、こういったところを引っ張り上げるということも、非常にまあ大事ということでいただいております。あの、我々の方も始末の心条例の中で事業者報告制度とかまニーアルのあの有料。 事業者を表彰する制度なんかも設けておりますので、こういったものも活用しながら、優良、まあ、な事業者といいますか、まあ、環境に優しい取り組みをされている事業者について、えー、しっかり PR をさせていただいて、まあ、そういったところの水平展開が図られるように努めてまいりたいと考えてございままますす以以上上ででごござざいい他にせんかなければ以上で報告聴取を終わります。 それでは次の一般質問に関連のない理事者はこれでご退席願いますお疲れ様でした、えー、次の一般質問につきましては休憩せずに行いたいと思いますのでご了承願います、えー、合わせて間もなく1時間を経過しますので換気を行います それでは一般質問を行います。昨日までに伊坂委員から北区杉坂におけるメガソーラーの建設計画について一般質問の申し出がありましたので、通告のあった質問と関連質問を行うことといたします。質疑にあたっては所管事務調査の範囲から外れないようにお願いいたします。それでは北区杉坂におけるメガソーラーの建設計画について、伊坂委員どうぞ。 よろししくお願いしますあの、本当は先週やるつもりであの通告してたんで、その内容は基本的には変わってませんので、お願いしたいと思います。あの今ね、脱原発とか、あるいは地球温暖化防止っていうことでその、まあ、脱炭素のエネルギー源としての再生可能エネルギーっていうのは注目されてて、その注目度はますます高まっていってるというふうに思うんですよ。 ところが、ね、一方でね、トラブルもあります、メガソーラーであるとか、大型の風力発電とか、でそこでね、お聞きしたいのは、京都市内で、ね、とりわけね、中山間地における、ね、メガソーラーの設置の状況と、それとそこで起きている住民とのトラブル、これについてはどのように把握をされてますか。 永田地球温暖化対策室エネルギー政策部長、はい、今ご指摘のございましたあのメガソーラーに関する中山間地における設置の状況でございますけれども現在、京都市内においては10か所で設置がなされてございますでこちらについてはあのこれまで住民トラブル等があったというふうには承知してございませんけれどもあの冒頭先生もおっしゃったこの 脱原発、脱炭素という流れの中での再エネに向けたこの注目ということで、京都市としましても、再エネを最大化していくというところは掲げてございますけれども、そのメガソーラの設置に当たりましては、地域と共生する再エネ導入となるように、環境保全上の支障が生じないようにすること、また関係法令を遵守していただくことが重要というふうに認識しております。 員市内10か所で、実際トラブルっていうのは聞いていないということですよね、まあ、あの関係法令等の遵守もこれも求めていくし、住民との折り合いもつけていくと、基本的にはそうだと思うんですよね、だから再生可能エネルギーについては、ね、アクセルを踏むということと同時にね、ブレーキも一方で踏まないと。 いいいけなな状況になってるというのもんですそこでブレーキのことについてねお聞きする前にあの認識をお聞きしたいのはね例えば京都市内ではないけども京都ではないけども昨年の熱海市の土石流であそこは盛り土が主要な要因だったというふうに言われてますけど崩落したつい近所に 大規模なメガソーラーが設置をされていたという事実とかあるいは京都で言えば大岩山の崩落、まあ、これはあの建設まちづくり都市計画のところで議論を、ね、されていますけどあの崩落をした大岩山の近所にもねやっぱりメガソーラーが設置をされているということでそれがいつ何時周辺住民に 被害と影響を与えるののかっていうのはねきちんと見ておかないといけないというのを前提にしてあの今日のテーマはあの北区の杉坂地域でのね動きなんですけど私も、えー、年越えて1月に現場行きましたけどどういうことになってるかというと谷間のところに隣接をしている、ね、杉や ね、ヒノキが植わっているところを、ね、伐採して切り土して谷間にそれを埋めるっていうことをやってるんですよね。これかななり広広範囲なあの広さでやっていますでねやむをえないかなと思うのはねもう実際に市場価値があれ資産価値が、ね、少なくなった山林をねもう無理できなくて。 手放す山主っていうのはね今多いんですよでそれを安価で購入した個人あるいは事業者その人らがその山林を今言ったように伐採開発をしていくっていうのはまあ一つの事例なんですこれはねこれからもね可能性はねあるというふに思うんですだから結局、ね 京都市にはどういうふうに言ってるかっていうと伐採するけどその後平地にしたところに植林しますよっていうに言ってるんですよだけども実際植林をするような努力や経緯は全くされておらずそのまま第三者に売却されてるんですよねで売却で購入した新しい所有者が何したかっていうとそこを売りに出してるんですよ どういう名目で売り出してるかって言ったら資材置き場とかメガソーラーの事業に向いてますよっていうことでね売り出してるんですよね実際それ見ました1億8千万これボロ儲きやと思いますよこれで売れたらねそういうふうに出しているわけですだけども地元の人にしてみたら植林っていうのはね斜めの斜面に植えて で太陽の光とか水の流れで木は育つと平地にしたところにね若い苗木を植えてもそんな育つはずがないとこれをおっしゃってましたでさらにね大型の台風が来たらその太陽光パネル設置していたらですよしたらそれが伐採してそこに放置されている樹木と一緒に流されて谷間を通ってね 流されて数百メートル下には、ね、民家があるんですよその民家を直撃するっていう恐れがあるということでやっぱり熱海あるいは大山山の実例から考えてねもう頭の上で爆弾抱えて寝てるようなもんやとううおっしゃってましたでそういう危機感が持ってらっしゃるんですよねだから、まあ、キリドモリドの問題は建設だし、ね、あるいは 植林は山間だと思う。だけどメガソーラーをそこに作って売りに出してるっていう事例で見た場合に、やっぱり環境政策局としては、このメガソーラーの設置の動きと、そのことによる環境と命への危険については、どのように認識をされてますか田部長長部 ご指摘の案件につきましては、まだメガソーラーの設置が決まったものではないというふうには承知してございますけれども、あのメガソーラーの設置にあたって開発を行うという場合には、 必要な法令を遵守していただくという必要がございますしま遵守されない場合には各法令に基づき指導等を行っていくこととなると承知しておりますまた再生可能エネルギーの件につきましてはこの再エネ特措法いわゆる再エネ特措法と申しますけれどもこちらの発電事業計画について認定を取って行うということが フィットに基づいて売電等を行う場合には必要となってまいりますけれどもその中でですね認定基準として森林法をはじめとして条例も含む関係法令の規定の遵守というものがしっかり位置づけられてございます関係法令に違反している場合にはこの事業計画認定がされないということとなりますのでメガソーラの設置は自立上困難となるというふうに考えてございますまたあの先ほど申し上げたようにメガソーラの設置にあたりましては地域と共生する再エネ導入となることそして 環境保全上の支障が生じないようにすること、関係法令を遵守していただくこと、これは重要だというふうに考えてございます井坂委員。まあ今おっしゃったように、まあ、関係法令の遵守と、まあ、最優の特措法の遵守というになるんだけど、まあ、一番ね、国の法律で規制するっていうのが、ね、一番強いね、道義になるんだけど、いわゆるね、他の自治体でやっているような、 自治体の条例としてね、メガソーラーを規制する、あるいはね、メガソーラーに対して、いろんなね、規制の仕組みを作るような条例っていうのは、本市にはありますか、もしなければどういうふうに考えてますか。長長田部長、はい、本市においては、このメガソーラーに特化した設置に規制する関する条例というのはございません。 あのメガソーラーを規制する制度を策定すべきか否かという点でございますけれども市内で大規模な開発を行う太陽光発電設備を設置する場合にはすでに森林法、宅地造成等規制法環境影響評価法といった法律また土砂条例、風知地,地区条例自然保 自然風景保全条例といった条例等によって対応できているというふうに認識しておりますまた京都市としてはこれまでから国に対して指定都市自然エネルギー協議会等を通じて太陽光発電設備が関連する災害事故トラブルこういったものを未然に 防ぐために、法案確保に関する基準の厳格化等をです、ね、提言してきているところでございまして、引き続きこの地域と共生する再生可能エネルギーの導入拡大に向けて、適切な制度運用を働きかけてまいります。また冒頭、ここ市内での中山間地におけるメガソーラーの設置状況ということで、10箇所と申し上げましたが、これは中山間地以外も含めた数字でございまして、失礼いたしました、正確には中山間地だけでしたら5箇所というふうになります。 伊委員私もそうだと思ったんですよ、市内10カ所あの、以前資料もらったときに10カ所やったけども、それ、市街地も含めて入ってたから、中山間地では5カ所やということですよね、で、まあ、今あの、ルールね、いろんな法律をあの紹介されたんですけど、あのまあ、これ、ちょっとあの外れないけども、ちょっとだけはしてね、外れないように言いますけど、あの いろんなんとか法、まるまる法っていうのはあるんだけど、それをね、守らないんですよ。今、売りに出されてるところもね、産業観光局への届け出で言えば、伐採するけど植林するよっていうのを届け出をしてやってるんですよね。これ、法律に基づいてやってると思うんですよ。それをやらないんですよね。で土砂条例で違反してもね、100万円の罰金なんですよ。100万の罰金払うんんんやったらねどんどんねどど 委託をを受けけたたものを埋めていってっ方が得だわわいななとこうなるわけですよねだから本当にね、実行ある規制と厳正な、ね、処罰を持っていかないとで、このメガソーラーの設置が、現時点ではまだね、ここにはできてないしで、現時点ではまだね、直接の環境破壊や被害には起きてないかもしれないけど、将来的にはね、とても大きな危険を持ってると。 いうことでそれをね念頭においてやっていただきたいということと最後に改めてねその再生可能エネルギーのエンジンをかけていくためにね太陽光発電で言ったらねやっぱりね小規模分散型今、京都市がやっているようなね小規模分散型でなおかつ地産地消ですよね。そそここのののの地地域域電気をそこの地域の 太陽光発電で担っていくっていうのを、ね、どんどん開発をしていくと、設置をしていく、省略をしていくっていう、そういうことを基本にした、ね、普及が大事だと思うんですけど、そこの基本姿勢についてはどうですか。長田部長 本州では2030年度までに温室効果ガスの46%削減という高い目標実現を目指して省エネの加速と再エネの最大限導入を図っているところでございますが太陽光発電の大幅な導入量の引き上げという点につきましては住宅や建築物の屋根 こういったところへの設置を積極的に進める必要があるというふうに認識してございまして条例に基づく建築物への再エネ設備の設置義務の拡大強化そして住宅の屋根置き太陽光発電の太陽光発電設備の導入拡大に取り組んでいるところでございます引き続きこうしたものを中心に最大化を取り組んでいきたいというふうにこの件に関連して他にございませんか。 なければ以上で環境政策局を終わります。実写お疲れ様でした。え次の文化市民局につきましては休憩せずに行いたいと思いますのでご了承お願います。それでは文化市民局の実写が参りますまでしばらくお待ち願います。 それでは、文化市民局関係の一般質問を行います。昨日までに、山本圭一委員から京都マラソンについて、伊坂委員から文化市民局関係の公共施設における Wi−Fi の設置状況について、松田委員から女性活躍の取り組みについて、山本洋子副委員長から男性版産休の推進について、それぞれ一般質問の申し出がありました。そこでお申しいいただいただ項目を踏まえ 先ほど申し上げた順にそれぞれ通告のあった質問と関連質問を行うことといたします質疑にあたっては所管事務調査の範囲から外れないようお願いいたしますそれでは一般質問を行いますまず京都マラソンについて山本啓一委員どうぞ 山本啓警委員、よろしくお願いをいたします。私からまあ京都マラソンですけれども、少し質問したいと思います。今まあオンラインの京都マラソン2022まあ現在開催中ではございますけれども、この間の2月20日にまあ予定されていましたまあタスキをつなぐハーフマラソンがまあこのコロナ禍によってまあ中止となったと。 いうことは聞いております。これは本当に残念でございます。まああの先日も NHK のまあニュース番組でですねこのオンラインマラソンがまあ取り上げられているのを私も見ました。これはやはり多くの市民の皆様にも取り組みをしてもらえたのは良かったかなと思っておりますけれども、今改めてこのオンラインの関連企画の取り組み状況は。 どうなっているのかをお伺いしたいと思います川口市民スポーツ振興室京,京都マラソンワールドマスターズゲームズ担当部長、えー、はい。オンライン京都マラソン2022大会の関連企画についてでございますまずあのオンライン大会自身は1月22日にスタートしまして2月20日に向けて今、まあ、ちょうど折り返しを過ぎたところでございまして7500人の方に参加をいただいております 今ご紹介いただきました NHK での紹介でございますけれども NHK 様は去年に引き続きまして組織的にオンラインマラソンを取り上げていただいておりまして私たちも大変感謝をしておりますキャストの方が自ら大会に参加されましてしょっちゅう発しておられるようでしてその体験も踏まえて分かりやすい紹介をしていただいておりますで前回ご紹介いただきました企画が京都マラソンプレミアムキャンペーンという企画でございます でこれはの今年度から新しく取り組んでおる企画でしてえ京都マラソンの沿道コースということでこれあの市内のお店やあの施設なんですけどが、まあ、そういうところにあのご協力をお願いしまして、えー、協賛いただいた施設で、えー、オンラインマラソンの参加賞を見せますとです、ねまあ、10%の割引であるとか、まあ、得点が当たると、まあ、そういうことをやっていただいております。 でまあ、趣旨としましては、まあ、京都マラソン、リアルができない中ですけれども、まあ、できるだけあの存在感を残していきたい、まあ、地元であのご理解をいただきたいということや、あのまあ、できればです、ね、このコロナがこんなことなかったら、あのよそから京都に来てもらえばいいなと思ったんですけれども、まあ、ちょっとその辺現状、ちょっと苦戦をしているところですけれども、まあ、いずれにしてましても、京都マラソンに対するご理解、ご支援が広がっているということでは、大変嬉しく思っております。 それれからこれ去年からやっておる企画ですけども生実況付きの運動アプリ、ライブランこれを使いまして京都マラソンの特別セッションということで応援大使の出演いただくなどこれまで12回やりまして毎年200人ぐらいの方にご参加いただいておりますまたこれも去年からやっておる企画ですけども走っていただいたランニングで走っていただいた経路を GPS で残してまを描 GPS アートコレクション それから SNS でえ京都マラソンやランニングの,あの写真を共有するハッシュタグキャンペーンなどなど、京都マラソン全体の盛り上げにつながること、それからにはまたあの参加いただく方の健康増進に寄与できるようなこういう取り組みを展開しているところでございます。以上でございます山本委員 次にです、ねまあ、今回、まあ、ふるさと納税、えーまあ、大幅に拡充されてです、ね、えーまあ、伝統産業品とか、まあ、京都マラソンオリジナルの返礼品、えーまあ、用意されてきましたけれども、まあ、現状、今、あ成果、いかがでしょうか、お伺いします川口担当部長、えーはい、ふる京都マラソンにおけるふるさと納税の取り組みについてでございます。 これまでからやはりあの特定財源が非常に大事だということで、えー、昨年度までは出走権を取得する、えー、付与する形でふるさと納税取り組んでおったところでございますが、えー、今大会におきましてはより一層の財源確保それからあの京都マラソン自体それからまた京都の電産品など まあ京都ならではの優れた物品の魅力発信にもつながるであろうと、まあ、そういうことから、えー、事業者の方にご協力いただきまして京都マラソンのオリジナルの雪菓子やクラフトビール日本酒それからのランニングファン向けにオリジナルシューズや、えー、組紐の技術を使った靴紐シューレース また、京都市内で使える旅行クーポンなどなど、京都マラソンオリジナルの返礼品を開発しまして、11月10日から取り組んでおりまして、これまで716件の、年内に716件のご寄付をいただきまして、一部の商品は1月以降、また再開しまして、3月末まで期間を延長して頑張っておりまして、現時点での寄付額は約1500万円となっております。 まああのいろんなまあ返礼品今回用意されましたし、まああの寄付の金額もまあ小額から高額というなっております。まあ今回のを参,参考にしていただいてですね、また来年またいろいろな返礼品を考えていっていただきたいと思っております。これまだ3月31日まであるということで、また寄付の方も募って。 いいいいけると思いまますすのでよろししくお願いいたします、えー、最後ですけれども、まあ、要望なんですけれども、これ、現在、コロナ禍の状況を予測し難いということですので、まあ、来年度こそは以前のようなフルマラソンに向けて準備を進めてほしいというのを願っておるわけですけれども、まあ、これ、実現となりますと、まあ、フルマラソン3年ぶりということになっておりますし、まあ、課題がたくさん出てくるかと思います。 私も初回から沿道の方の整理も、ボランティアとして参加させていただいておりますし、それがまあ3年ぶりとなると、またいろんなことを教えていかなければならないという、そういう課題もありますので、その分をまあ十分ご理解していただいてです、ね、この安心安全な形で,です、ね、より魅力的、また京都にふさわしい、そういうフルマラソン。 が実現していただけますように、まあ、要望しておきたいと思います。まあ、私もその点え力添えにさせていただきたいと思いますし。し、えー、皆さんも頑張っていただきたいと思います。以上です。はい。え、この件に関連して他にございませんか？中野委員 委員はい、いしくお願いしますえっと、まあ、今、盛り上がり中というふうなことで、えーまあ、7500人の方あ、日本全国各地で、まあ、走っていただいているということで、大変喜ばしいことだと思,思ってますで、えーっと。ふるさと納税も1500万円、えー、ということで伺いました。 皆さんとされてはその出走券プレゼントより公表、まあ、件数とか金額とかが上回っているかどうかというその判断はいかがですかね。川口担当部長 これまでとの比較という観点に立ちますと、あのー、これまではその出走権のみということでしたので、えー、毎年800の枠を用意しておったんですが、まあ、今回はそのリアルの,その出走権ございませんので、あの来年の大会ということにしたということで、まあ、今回、初めての取り組みでございます。 であのそちらの方うの件数が20件強ということになっておりまして、当然、例年より少ないですけれども、あのまあ、来年、開催されることを信じて評価いただいているということで、大変心強く思っております。 でその他の返礼品につきましては、あのーまあ、これ、焼き菓子なんですけれども、まあ、現在、560件というかなり数が出ておりまして、やはりその京都の,あの魅力、まあ、京都ならでのブランド力というものがあるあの商品はたくさんあるなと思っておりまして、まあ、今後ともまあこういうあのものをあの発掘して、あの事業者の方と協力して、さらに取り組みを広げていきたいと、このように考えております。中野委員まあ逆に言うとその出走権がなかっても まあ、非常に好評だと、えーまあ、走られる、走られないけれども、ぜひこの、おまあ、走ってらっしゃるかな、あのー、オリジナルグッズが一つのきっかけになって、ふるさと納税されてるというふうなことでもあります、えー、そこから考えるとですね、えーまあ、今回、このオンラインであっても、協賛されてる企業の皆さん、 まあいろんな形で協力されていらっしゃると思いますしその協力によってこのオンライン京都マラソンも非常に一般財源持ち出さずになんとか回せてるというふうなところでもあるかと思いますでそこから考えるとねもう一工夫していただいてバーチャルを起こしやすい広場ありますよね。 えー、都メッセでやってる時は大概そのスポーツ商品もそうそれと記念のそういったいろいろ販売品もそうタオルとか含めて基本的にその京都マラソンオリジナルグッズが山盛りなんですよねだからそこも考えるとバーチャル奥市安広場の商品販売のコーナーでも、まあ、この。 ふるさと納税しなくてもこっちで買えるからというふうなことになると、まあ、それはまた別の話になりますから、まあ、それとはまた別の部分で、ね、ぜひそのバーチャルおこしあす広場の商品販売のコーナーでもさまざまな京都マラソンのオリジナルグッズを売れるそういう機会そしてそれによって購入する。 購入した人にとってはオンラインだけれども私走ったんだよという実感を持つそしてそれを作られた企業さんにもそれをきっかけで買っていただいて収入が上がると、まあ、両方ウィンウィンの話でもありますししかも、協賛したからこそそういうふうな権利も得られると。 いう,ふうなことでもありますからぜひこのバーチャルおこしやす広場もさらなる充実をお願いしたいというふうふにも思います。特にその、ね、コロナの災いの中そのネット販売インターネットでの買い物という部分についてはだいぶ普通の状況にもなりつつありますしこの皆さんが手慣れるようになったそのインターネットでの物もも物品の購入、まあ、ここに乗っかっかて このバーチャルおこしやす広場を、さらに充実させるというふうな。展開を、まあ、まあ、今回も、ね、最中なので。次回以降、ぜひ取り組みをしていただけたと思うんですが、ここについていかがですか、はい。川口担当部長。はい、あの、バーチャルおこしおこしやす広場の充実についてでございます。まさに、あの、ご紹介いただきました通り、バーチャルおこしやす広場につきましては。 リアルな大会が開けない,けない中でも、えー、ランナーの方と、それからスポンサー、企業の方が出会える貴重な場となっております、えーまあ、そういうことから、私たちとしても、一、まあ、人でも多くのランナーや、あの京都マラソンにや、また、ま、京都ファンの方にバーチャル、バーチャルお越しやす広場を、まあ、あの閲覧いただくというのは大変重要なことかと思っております、まあ、そういう意味からも、その魅力的なあの商品があるということは非常に大事だと思っておりまして、えー まああのご指摘いただきましたような観点を含めまして、今後ともあの企業の方と連携しまして、バーチャルを交渉する広場のさらなる充実を図ってまいりたいと、このように考えております中野委員、まああの。そういうふうな形の展開をされることによって、えー、ぜひ協賛したいというふうな、あさらなる企業のお力も借りることができますし、えー、それが増えれば、あもうそれこそ、 おまあ、ほぼゼ,ゼロあの、京都市の予算が投入ゼロで、この京都マラソンを運営できるようになりますし、まあ、オンラインであってもリアルであっても、企業さんにとっては儲かるし、えー、参加される方にとっては、あいろいろ記念,も記念にもなるし、えー、体の健康もつな,がるつながるし、そして京都市の出費はあゼロであると。 いうふうな部分でいえば、3社とも皆ハッピーの状況にもなりますので、ぜひそこの展開も含めて、ですね、えー、いろいろうまみを作って、えー、あの進めていただけたらというふうにも思います。でえーまあ、今後ですね、えーまあ、今、中止のリアルの大会もあれば、あなんとか PCR 検査のお検査結果を持ってきてねというぐらい、もうその。 いろいろ手続きがもう七面倒くさいぐらい、えー、やるけれどもリアルの大会やりますよということで頑張ってらっしゃる大会もありますいろいろそれは皆さんああの、ね、あの部署でさまざま研究されてると思いますけれどもぜひ来年はリアルの大会も含めて、えー、そしてリアルの大会にいずれ出たいという予備軍の人たちに、えー、けんあのはし走る。 健康を、体づくりをしてもらうきっかけとしてね、オンラインと、まあ、あの両方が展開できるような、そういうふうな策も含めてです、ね、今後、さまざま知恵を絞っていただけたらと思います、おりますこの件に関連して、他にございませんか、はい、なければ次に、文化市民局関係。 県の公共施設における Wi-Fi の設置状況について、伊佐佳委員どうぞ。伊佐佳委員、よろしくお願いします。あの通告している通りなんですけど、あのー、京都市のお 公共施設、まあ、文化市民局の所管してるね、文化、あ,れあるいは市民運動とかいう施設ありますよね、そこの w i f i 設置の現状について、ね、まずね、市民の皆さんや利用者の皆さんからのいろんな意見や要望っていうのはね、どんな声が上がってますでしょうか砂川文化芸術都市推進室長。 はいあのまあ、特に文化施設においてはこの間、あの新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、まあ、社会全体が創作活動のオンライン配信ですとか、まあ、オンライン会議、こういうのがあの行われるようになりまして、まあ、こうした状況を受けて、えー会,議をえー、会議で w i f i を使いたいとか、えー、いうようなお声も多くなってございますし公、えー、演につきましてはあのインターネットで。 配信をするというようなことを希望されているところもございます。であのコンサートホールですとかロームシアターこれにつきましてはあの7月の段階でそういうあの光回線を引きましてオンライン配信に対応できるようにしてまいりました。であの現在 文化施設、文化会館等におきましてもですね、Wi-Fi の整備を、えー、進めているところでございます、えー。動物園や美術館、そういったところにおきましても、校内に、えー、Wi-Fi の環境を、えー、設けておりまして、えー、そういったところでご利用いただいているというのが現状でございます。伊坂委員でで実際にねで私の知り合いいも文化局関係じゃないけど教育委員会 所管のね。あのー、施設で。オンラインやろうと思ったら。全くつながらなくてね。結局できなかったと。いう声があったんですよ。だから。そういう意味でね。オンライン配信が、ね。文化活動でも、ね。あるいはいろんな。あのコミュニケーションでも。あるいは音楽関係でも。やれるんだけど、それでね。施設を利用してて。 うまくいかなくて困ったとっいうような相談とかっていうのは受けていませんか川市長、はい、あの例えば私どもが所管しておりますあの文化地域の文化会館こちらにおきましてはあの、えー、呉竹文化会館ですとか北文化会館、まあ、こういったところで、えー、インターネット環境でこれはあの うちが整備している w i f i ではないんですけれども、ご自身のインターネット環境で会議なんかをされようとするときに、ちょっとつながりにくいというような声は若干いただいております、の他の分科会館ではそういった声はないですけれども、おそらくこれは施設のホールですので、棒の関係で壁が大きいとか。 え分厚いとか、そういったところが環境影響を及ぼしているのではないかというふうには推測されますが、こういったことをですね解消するべく、ですね昨今のそういうインターネット環境を充実、求められておりますので、分科会議員につきましては、現在、あの w i f i の設置の工事をすでに着手しておりまして、近日中にはご利用いただけるような運びとなってございます。 そうなんですよねだから w i f i の機能が設置してあればそれを使って配信できるだからそれがねうまくいかなくて困ってるとで例えばね、あのー、こういう事例はどうかと思うんですよ使用される、まあ、個人および団体がねポケット w i f i を自分のの持っててやるんならできるかもしれないけどそれ持ってない場合にね ポケット w i f i をそこの施設に置いといて太陽物品としてそれを貸して使用してもらうとかあるいは今おっしゃったように w i f i の機材そのものをそこの会館に設置するということで言ったらねいろいろ考えられると思うんだけどまずお聞きしたいのはその今文化施設のところで w i f i のね 設置を進めようとしてると、その辺の。あの時期と目処っていうのは今どれくらいで考えていらっしゃいます。砂川市長。はい。あのー。 文化施設でロームシアター京都コンサートホール地域文化会館にちょっと限定してお伝えさせていただきますとロームシアターにおきましてはすでにホールに光回線を引いておりますし会議室にン回線も引いております w i f i 環境につきましては3階のパークプラザというところに w i f i の機能を えー、利用ででできるよううににしてごござざいいまますすすこれはもうすでに設置済みでございますでコンサートホールにつきましても、えー、各ホールに光回線を引いておりますので、えー、オンラインに対応できます。w i f i 環境につきましてはあの楽屋等のバックヤードですね、コンサートホールですので、そういったところでご利用いただけるようなことがもうすでに着手あの設置済みでございますで。文化会館につきましては先ほども申し上げましたとおりにあの、京都 w i f i と、 いうあの、えー、京都市が進めております Wi-Fi の機材を、えー、設置いたしまして、えー、近日中にこれをご利用いただくようになるということで、えー、できるだけ早い段階でのあの供用開始を進めたいというふうに考えております。ジャ委員今限定的におっしゃいましたけど、ロームシアター京,京都会館ね、でコンサートホールで各地域の文化会館でそれについては設置し。 ししてるるるもものもあるし近日中に設置するということでねこれ大いに助かると思いますのであの下級的かつ速やかに設置をお願いしたいというふうに思うんですね。でそれでちょっと突っ込んで聞きたいんですけどロームシアターおよびコンサートホールでそのいわゆる音楽であるとか演劇であるとかそういうのをされた場合に全国的なネットね 京都市内にとどまらず全国的なネットでそれを同時配信できるだけのいわゆるギガというか量は備えているということで理解していいんですか砂川市長、はい、あの京都コンサー砂法ールにおいてはクラシックの専門ホールでございますしローモシアター京都も京都を代表する舞台芸術の劇場でございますので。 えー、高画質の、えー、大容量のそういう配信にも対応できるような光回線を、えー、引いているという現状でございます委員、まあ、そうしましたら最後にね、あの今あの、口頭で、ね、示していただいた状況を含めて、文化市民局が所管している、ね、文化および市民活動を支える公共施設における Wi-Fi 設置の現状と、でこれからどういうふうにね、あの設置をしていくのかっていう計画ですよね、方針。でこれについて一覧で資料としていただきたいんですけど、作っていただけますか。つ川市長。はい、ご提出させていただきます。はい、えー。それでは確認をいたします。伊佐加委員に確認いたします、えー。文化市民局関係の公共施設における Wi-Fi の設置状況と計画について資料をいただきたいということですけれども、理事者提出できるということですので、えー、委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんか？えー、ご異議がありませんので、委員会資料として提出を求めることに決定いたします。理事者におかれては、なるべく早く提出いただきますようお願いいたします。この件に関連しては他にございませんか？ はいなければ次に、えー、女性活躍の取り組みについて松田委員どうぞ松田委員よろしくお願いいたします。えー、私からその、えー、女性活躍における取り組みについてご確認をさせていただきたいと思います。 先月の衆議院予算委員会におきまして、私ども公明党の竹内政調会長から、男女間の賃金格差の是正について、女性活躍推進法の枠組みを活用するように要望をいたしまして、市長から前向きな答弁があったところなんですけれども、昨年6月の委員会で、女性活躍推進法の改正に伴いました。 え101人以上300人以下の企業に義務化をされました、一般事業主行動計画の策定についてお伺いをさせていただきました、まあ、その現,状現在の状況をお聞かせいただけますでしょうか。北条共生社会推進室、真のワーク・ライフ・バランス推進、働き方改革担当部長。女性活躍推進法では、管理職割合や平均勤続年数など、 格差の要因となりうる項目を定め、企業がそれらに関する状況把握を行い、行動計画を策定して、女性活躍の PDCA を実施するとともに、それらの項目の中から、企業の実情に応じて開示項目を選んでいただく仕組みとなっております。議員ご指摘ののり令和4年4月からは常時雇用労働者101人以上の事業所に 行動計画策定義務が拡大されることになりまして、国府、経済団体等と連携した輝く女性応援京都会議の枠組みを生かして、中小企業への支援に取り組んでいるところです。えー、実績につきましては、令和3年12月,時点12月末時点で、京都府下300人以下の企業の提出数は、 203社となっておりまして、6月時点の届け出数183社から20社増加しているところです。議員ご指摘のとおり、4月まで残り2か月を切っていることから、本市の新のワークライフバランス応援ウェブや、産業環境局と連携し、若者就職支援センターのメールマガジン等を利用し、企業への周知に取り組んでいるところです。また 男女間賃金格差の是正に向けては、主な要因としまして、管理職比率や平均勤続年数に大きな男女差があるという、これらの要因に働きかけ、改善を図る考えの下、国において男女間賃金格差そのものの開示を充実する制度の見直しについて、具体的に検討し、速やかに着手すると表明されております。 引き続き国の動きを注視しまして、女性活躍推進に関係団体と連携し、取り組んでまいりたいと考えています少しずつあの増えているというふうにあの認識をさせていただきましたけれども、さまざ、あ、まなあのご意見も伺っておられると思うんですけれどもあの、もう少しこのテンポアップしていきたいなというふうに考えておられると思うんですけれども、何かその要因については、どういったことが挙げられるんでしょうか。 担当部長えと所管しておりますあの京都労働局からあの聞きますと、えー、あのやらなければいけないということは分かっているんですけれども、あの今現在、コロナ禍であの非常にあの企業の,あの経営状況も厳しくってあの、取り組まなければいけないという状況が分かりつつも、えー、提出にまだ進んでいないということは聞いております。し、えー、しかしですねあの2ヶ月 4月からは法令違反という状況になりますので、個別に各企業に労働局から働きかけると,とともに、先ほど答弁しましたが、各京都市も一緒に広報に取り組んでいきたいと思っています。松田委員 さまざまな影響を受けておられるコロナ禍でもありますけれども、引き続きよろしくお願いしたいと思います。次に、私ども公明党の予算要望にも挙げているんですけれども、企業のデジタル化への支援、要望しているところでありますが、特にコロナ禍で厳しい状況にある女性の就労について、デジタル人材の育成等への取り組みの状況について、お聞かせいただけますでしょうか。北条担当部長 えっと、あの企業における女性の、えー、参画拡大を目指し、新たな日常に対応した多様で柔軟な働き方の定着や、さまざまな課題、困難を抱える女性への支援、学び直しやキャリア形成の支援に向けて、輝く女性応援共頭会議をはじめ、多様な主体による連携体制の構築の下で実施しているところです。議員ご提案のの、えー、女性デジタル人材の育成につきましては デジタル化に取り組みにくい中小企業の人材育成をオール京都で力強く支援するとともに文化市民局といたしましては地域女性活躍推進交付金を活用し新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある女性に寄り添ったきめ細やかな修了支援に取り組んでまいりたいと思っています。なおお国ににいても女性が生涯にわたり 経済困窮に陥らないよう、経済的な自立を目指し、女性デジタル人材育成プランを本年春頃取りまとめて進める予定と聞いておりまして、国の動きと連動し、取り組んでまいりたいと思っています。松田委員 ありがとうございますあの私も昨年の代表質問で、えっと、女性の就労についてあのお伺いをさせていただきました。あの最後にもう1点、その女性の就労についてあのお伺いをさせていただきたいと思います、まあ。京都府におきまして、この令和4年度の予算で、ですね、えー、輝く女性活躍京都会議の拠点であります、ウィーメンズベース等で、女性の相談窓口の一元化が図られるとあの伺っております。 マザーズ・ジョブ・カフェあ雇用に関する施策、コロナ禍でさまざまな困難、課題を抱える女性の支援を、京都府と連携してより一層推進する必要があると考えますけれども、いかがでしょうか上担当部長あの今、あの議員がご紹介いただきました、えー、輝く女性応援京都会議の拠点施設である、京都ウィメンズベースを、えー、民間テナントビルから、 京都・照サ内に移転することで、マザーズ・ジョブ・カフェ、ララ京都の3カ所の相談窓口の一元化により、複合的な要因の相談にも迅速に対応し、コロナ禍でさまざまな困難、課題を抱える女性支援をワンストップで実施するということになっております。コロナ禍での女性不況や DV 被害など、女性を取り巻くさまざまな課題について、よりスピード感を持った対応ができるよう、引き続き京都府と、 連携してて取りり組んでまいりたいたと思っています本市が取り組まれています、さまざまなあの女性の相談支援に、こうしたあの就労があの加わることによりまして、より一層あの重層的な相談体制になるというふうにあの期待をしておりますので、引き続きよろしくお願いいたします、以上で終わります、はい、この件に関連して他ほかにございませんか。 なければ次に男性版3級の推進について山本陽子副委員長どうぞ山本陽子副委員長、はい、よろしくお願いします、えー、先日ですね、あのコロナ禍でオンライン企画となりましたが 今こそ、男性版産休を考えるという企画にあの参加をさせていただきました、えー、今年10月からですか、あ育児・介護休業法の改正で、えー、育休とは別に産後パパ育休の創設ということが始まるそうで、まあ、その、まあ、普及・推進にというような位置づけであったかというふうに思います。 まあ今回、企画主催されたのはまあ行政や商工会議所などですね働く女性応援京都会議の主催ということでありましたがえ内容としてはえ46歳で父になった社会学者の,あのご著,書でえあ著書を書かれた龍谷大学教授の工藤先生の。 あの育児の実体験のお話、えー、大変興味深く聞かせていただきましたあの後半のグループトークであのご一緒したんですけれどもあのやはり責任を持って育児を体験されたお父さんとお話ししていますとまるでママ友のようなねあの空気になるそういうお話ができましたあのそういうなんていうかなあの経験によってあこんな話があのお父さんともできるんだっていうのをね私自身もあのあの新たに感じることができました でまた京都中央信用金庫の職員の方の実践も報告されましてあの大変充実した内容であの企業も人も変わっていっているということを感じることができましたで今回、まあ、この企画オンラインで30人定員ではあったんですけども さまざまなあの取り組みもされていますが、こういった企画の成果をね、さらに広げていく必要があると、今回の企画など、どのように生かして、民間企業の皆さんなどにえ普及、推進されていっているんでしょうか北条、はい、担当部長。1月28日にあの実施しました本セミナーの開催の狙いといたしましては、え。ー 家事育児が女性の仕事という固定概念を拭い去り、男性も日常的に関わる社会を目指している、そういった目的がございまして、効果があったというふうに認識しております。真のワークライフバランスの実現のためには、子育て期や中高年期といった人生の各段階において、個々人が希望する多様な働き方が実現できる。 そういうういい環境整備が必要だというふうに考えております男性の育児休業取得につきましては家庭における女性の負担を軽減するだけではなく家事や育児を通した多様な経験は男性のキャリア形成においても重要な機会となります。 引き続き、続男性が主体的に家庭生活に関わる機運の醸成に取り組むとともに、企業における多様な働き方ができる職場環境づくりを推進するための支援に取り組んでまいります。山本洋子副委員長、はいあの。そのような取り組みの中で、今回の企画については、あのまあ、今後、このやった企画の内容をお知らせできるような、あのそういう取り組みもされていくんでしょうか。 部長これまでからホームページによる情報発信のほか男性育休をテーマにしました冊子を作成し区役所等に配下するなどこれから父親になる方を対象としました会社で育休・産休を取得するため周囲の理解を得る方法や取得後の過ごし方に関するセミナーや例えば男性社員や企業の人事担当者を対象した 育児参加、働き方に関するセミナーの実施など、男性の育児休業取得の推進に向けたさまざまな取り組みを行ってきました。男性の育児休業取得や、真のワークライフバランスの実践は、中小企業で取り組みにくい面もあることから、私ども、共生社会推進室が中小企業を取材しまして、民間情報誌で紹介するなど、工夫を重ねてきているところです。 山本副長はい、えー、ぜひあの今回の企画、そのような民間の情報誌とか、まあ、いろんな媒体であの、こういう企画でこんな報告ありましたということで、あの伝えていただけたらあのいいなというふうに思います、あの京都中央信用金庫の八幡支店の職員の方の報告もねあの、大変素晴らしかったというふうに思います。 えーまあ、いずれもあの奥さんがあの、えー、と産休・育休取るには厳しいという状況があって、えー、この方は奥さんが個人事業主であったので、まあ、夫があの銀行、会社の,あの育休制度を活用することで、えー、育児をされたと。 でその感想もですねあの完全に家にいるんだから自分の時間も持てるかと思いきや、まあ、子どもと家事をこなすことに追われて自分の時間が持てなかったとか、まあ、社会との関わりがなくストレスだったなどですね本当に実際、育児をしてみて。 あの母と同じ思いをされたんだなというふうに感じることができましたで仕事と家庭の両立は想像,想像以上に大変だという実感のこもったあのご発言でねあの、まあ、そういう中でもあの自分の育休取得は良かったとでその良かった面が妻の心に余裕が生まれたっていうことをねあのよかった点に挙げ,げられてて、えー、本当にあの素敵なご夫婦やなというふうに思ったんですけどもあの男性の育休にも十分 十分価値があると発信したいというふうに言われておりましたけれども、まあ、こういったあの実践がされている視点ですから、あのまあ、同視点、あの支店長の報告では、男性の育休取得が2020年で97%取得っておっしゃいましたかね、あの素晴らしいと思います、あの民間企業のこのような男性の育休取得、えー、っていうのは、現状は本当はどのような状況になっているでしょうか。 大担当部長男性の育児休業取得率が令和2年で全国で12.65%と飛躍的に上昇をしております、これはコロナ禍で働き方が変わったという状況もあると思うんですけれども、やはり社会全体で子育てをしていくといった機運が醸成されているという結果の表れかなというふうには感じております。はい、山本副委員長はい あの京都府内ではまだ全体で、ね、12.65%だけれども、これでも飛躍的にちょっと増えたんだということ、まあ、事前にお聞きもしてましたが、あのまだまだ少ないんやなっていうことですよね。 で今回あの、事業所の側があの男性でも育休を取得しやすいように、まあ、どのように配慮をしているかというお話もありましたね、えー、っと八幡支店では、まあ、ブランクを考慮して本人が働きやすい職場に移動しておくなど、まあ、本人と面談して環境整備を行っているという発言もありましたが。 えーまあ、育休を取ったご本人からは、ですねあの女性と変わりなく、この育休の手続きをしてもらえたのでよかったというご感想もありまして、あの男性があの取得することに抵抗なく、ですね同じ手続きとしてされているというようなあのことをお聞きしてあの、男性の育休取得は、まあ、企業、事業者にとっても損ではなくて、えーまあ、企業にとっても通常の手続きとして、企業にとっても利益になると。 いうモチベーションもその中ではお話しされてたんですけれども、まあ、こういう手続き、普通に進めていただけるような、企業家のモチベーションっていうのが、ですね、まあ、どのように持っていただいていっているのかということは、どのように把握しておられますか。北条担当部長ああののの企業のあの 男性育児休業取得に取り組んでいるところを、あの好事例として、あの真のワークライフバランス応援ウェブで発信しておりますので、あのそういったところであの企業の情勢ができるかと思うふうに感じております山本副員長、はいあの。ぜひ、まああの、そういう情報を、まあ、いろんな事業者さんに共有していただけるようなあの取り組みもあの進めていただきたいというふうに思うんですけれども、えーまあ、まだまだですね、一方では、 あの家事や育児はねあの 得意ななももものがすれればいいといいととううようなあのもっともらしいあのことを、まあ、言わるる場合もあるんです、まあ、でもそれではいつまでたってもね女性の仕事になるなと思うわけで,で本来的にはあの家の仕事家事そして育児も男女の双方が、まあ、負担すべきものという認識になっていくのがあ望ましいとその上で男性もあの育休を取得すればメリットがあったねっていうようなあの感覚になるのがあの。す。 目標かなというふうに思いますが、あのヤワ支店のようにいい女性と同じようなね休暇育休取得が普通になっていく必要があるなというふうに思います。まあ、こういったことをまあ、企業の皆さんも努力されているように、それをま応援もされているように。 まあ京都市自体もですねあのぜひ、率先推飯、進めていく必要があるということで、最後、その1点だけ京都市のですね特定事業主行動計画、仕事と子育て、生き生き活躍プランにおいてもねあの目標を掲げていただいてますが、目標についてはあの30%とあの記載されてますが。 えと直近の資料では、あのー、実際36%まで取得されているということでありました、まあ、これも先ほどの,あの八幡支店の実情と考えてみればです、ね、まだまだあの取得しにくい状況があるということですから、まあ、これ、あのー、ぜひこの企画を。 えーと先ほどお話をあの、事前にお話をお聞きしてましたら、このプラン自体は、まあ、行財の人事の,方のねあの担当だということでありましたが、まあ、この今回の企画についても、ぜひまあ京都市前、まあ、庁に、皆さんに広めていただきたいというふうに思いますが、どうでしょうか。担当部長 京都市役所の取り組みにつきましては、昨年8月から、真のワーク・ライフ・バランス応援ウェブで発信をしているところです。で引き続き、いろんなあらゆる場面で、民間に波及できるような市役所の取り組みとかも積極的に発信していきたいというふうに考えております12時を回りましたが、このまま一般質問を継続いたします。山本副委員長はい、はい えーまあ、男性がク、まあ、休を取得しやすくするためには、あのやはりです、ね、あの男女相同あの共同参画のところにも書いてありますけれども、長時間労働の是正など、まあ、働き改革もともに、まあ、進めていく必要があると。 でやっぱり今、あの京都市、行革においてね、職員削減っていうことも進めてられていこうとしてまして、こういったまあ労働環境、長時間労働の是正っていうところとはね、あの逆行するような事態になるのではないかということをまあ言ってきているわけです。あのぜひ、えー、今向向かっててていいくく方向に対しし後戻りしていくような 状況はやっっぱ作ったらあかんんと思うんですよ先ほど言われたあの京都市においても育休取得の,あの率が36%に上がったとこれが着実に上がっていくようにそんな皆さんの働く環境をね ぜひあの実現していただきたいし、あの正面からはあれでもこういう、えー、男女共同参画やまあこういうねプランの推進ということがあしっかりとまあ実行されるようにということで、まあぜひあの当局からもあの力強く求めていただきたいと思います。まあこのことを求めまして質問を終わります。この件に関連して他にございませんか。なければ以上で文化市民局を終わります。一社お疲れ様でした。 以上で本日の委員会を散会いたします。委員の皆さんお疲れ様でした。